はい始まりましたはい始まりましたはい人生思考が来いよしやっていきましょう決まったね今決まりましたねうん今決まったねえ司会は司会はデイトーラーキとえ最近スープパスタ美味しいなと思った中野とそういつ そのうちどっかに乗る漫画を書いている、ケイルとかは。毎回そんな感じだな。あやっていきましょう。やっていきましょう。はい。あ、俺閉まったな。これあれですね。先週、あれだな。君蛇6話が更新されてるはずなんで、あの、先週更新されました。うん。なるほどね。値してた。中野デイチだったこと中野デイ、デイっちゃったことが。うん。忘れてました。まあ皆さんならね、 気1週間<も>気,気づかなかった。1週間気づかなかったうっかりさんはここで皆さん読んでください。はい。<laughs> そういうことではい。じゃあね、そういうことでっていう感じで。あれだな、あとあれだな、ちょっと待ってね。まあいいや、えっ、ー、と、サムネの第何回をちょっと更新してなかったんで、それだけ。ええ二百三十九回に今、画面が当たってるんですけど、これを四十回にしておきますと。よし。というわけで、じゃあ、お,お便りをね。 やっていいいこうと思いますはいえーはい、人種子ネームしそうさんからはい、えー、中野さん荒脇さん手塚さんあけましておめでとうございます本年もラジオを楽しみにしております、えー、昨年の芸能界は結婚の話題が多かった気がしますが自分の推しの結婚についてお三方はどう感じますか芸能人の結婚、はい、キャラがストーリーの中で結婚声優同士で結婚何でも構いません 私は推しの芸能人、かっこ現実世界を生きている人が結婚したとき、へえ、そうなんだ、おめでたいな、とは思うのですが、ショックを受けたことがありません。うん、本気で推していない、うん、ということでしょうか。 本気でショックを受けていわゆるまるまるロス状態の人を見ていると自分と結婚できるとでも思っていたのかなとか一般人としてのプライベートを認められないのかなと思いなぜそんなに落ち込むのか理解ができませんかっこ理解できないため本気でショックを受けているのかすら疑わしく思ってしまいますニュースが世の中の雰囲気に乗っかって落ち込んでいるのではとか ですが仮面をかぶってロス状態の友人を慰めたことはあります、うんうん、ここにあの俳優さんがいたらなぁと妄想したことはありますが実際の交流は不可能だと考えていますまた芸能人の一般人としての一生を認めている自覚がありますそんな自分を治めているように感じたり推しの結婚で落ち込む友人を人間味あふれていていいなぁと思ったりもします ロス状態になるる人を批判する気はありません、うん、どういう心理状態からそのようになるのか気になるのとお三方はおしの結婚をどう思われるかお聞きしたいですということでありがとうございますうん、うん、はい批判するわけじゃないけどって言いながらバチバチに殴りかかっていくて、うん、バチバチに殴かかる。<laughs> そこまで殴らんでもって思っちゃう<笑><笑>でも分かりますよ、うんうん、俺もそんなに〇〇ロスとかないからなんか大げさだなーって思う時ある でも、その人にとっては、それだけクリティカルなことなんだろうなって思う。まあね。うん、そういう後から修正を自分の中にかけるだけで。ね、しょ初手大げさだなって思います。俺も鈴芽さんとね、同じとこあるんで。うん,うん。あー、どうだろうな。難しいなって思うよね。そのなんか、そもそもそういうさ、なんだろう。仲良しみたいなさ、売り方をするわけじゃんそのファンとさ、その。 アイドルとは言わなくても今の芸能人だろうなんだろうさそさ二、うん、人でなんかそのファンと自分で二人三脚みたいなさことは結構言ったりするわけだしさファンの皆さんで、ね、そ,そうそそそそそう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 ,そういうのもあるしななんんかかそのなんか自分のさプライベートとかも話してくれたりしてさ、うん、そのなんかいろいろ話したりするけど、まあ、そういうのをさ真剣に追ってる人ほどその人のプライベートにめちゃめちゃ詳しく。 詳しい気分になったりすするわけじゃなないですか、うん、そ,そのなんとかちゃんはその先月の休みにあのあれに行ったんだなとかなんか水族館に行ったんだなみたいなとかさ、うん、なんか何々最近なんか何々っていう杏仁豆腐にはまってるんだなとかさそういう,、うん、うんのとかあったりするんだけどさなんか急にそのやっぱ発表されるわけじゃんそういうそうだね結婚だのさ恋愛だのとかはさ、うん、で今までそのさ情報を集めてきた身としてはさなんか。 情報修正みたいなのもまず必要になるよね単純にさそう、ね、すごいうんそういうのって結構そのさなんかえ俺がなんかその思ってたものって何だったのとか信じてたものって何だったのって恋愛関係じゃなくても思ったりするのはその想像に固くないとが思うなるほどね,かね確かに、うん、なんか、うん、その。 恋愛感情なのかどうかっていうのはやっぱりの柔らかい部分だからんかそうとも言えるしそうとも言えないみたいな気分ってあると思うしんかそうだと思うけど今やらばきたん言ったの確かになって思うわんかこの人のことをこうやっていろいろさ集めるわけじゃない必死で好きだからプライベートでも当然さそれ自分が見えない場面で何をしてるかなんてわからないよでもそれは誰にもわからないブラックボックスだったから気にならなかったけどいきなり突然結婚っていうと やっぱり私の知らない場所僕の知らない場所で裏であの人はそのあの人なりの人生というか生きてたんだなってことがすごく目の当たりに強烈に来るからんか距離をすごく感じちゃうよねんか自分の知らないところでの勧めがすごくあったんだっていうんかそうするとんかもうこの人のことを分かってるっていうような自負って なかなか保てない,、うん、いなね,ねなんかっていうような気分になるだろうなってのはわかるそうだねうんだからやっぱりそこでさすんごいいろいろな情報を調べててでさらに結婚したっていうことになっていや何もないよ俺にはって思ったりするのはあらかじめそのさその心のなんつうの軟着陸をするためにさ気持ちをセットしてるところあるんじゃないのとは逆に聞きたくなってしまうあこの鈴虫荘さんが全然答えないってに<や>ってこと いやそのなんだろう、そうそうそう、だからあらかじめ想像しようとしてるというかさ、そういうことを。まあ、一般人としての人生が当然ありますよっていうような。うん、そう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 、だからいつ結婚したとしてもおかしくないんですよみたいなことを、あらかじめ考えているのではないかと思う、うん、逆にね。それはまあそうなんじゃないの普通に。そうそうそう。そそうでもそれは 考考ええててももななくても普通の話だよなと思それうし、ん、さ単純にそ,こそういうところをさ明かしてないわけだしさ、うん、それに対してその反応過剰に反応しちゃうのはそれはまあ当たり前だよねというかねその、うん、確かに前もって準備してたそのどんなことでも来てもおかしくないって思って準備してた人にとってはあの来たるべき時は来たかってなっただけだとは思うんだけど、うん、普通の人はなんかその何だろう そうなってもおかしくないという気持ちはまずあるというかね、うん、うん。そうだね誰しも起きちゃうじゃないかなと鈴虫、ねうん、さんはそのなんでそんなに落ち込むのか理解できないっていうさその、うん、自分と結婚できるとでも思ってたのかなとか一般人としてのプライベート認められないってことなのかなとか、うん、って思,、うん、思っちゃうって言ってるけど、うん、なんか多分落ち込んでる人たちも自分と結婚できるとは本気で思ってないし別に、うん、で一般人としてのプライベートがあるってことも、うんうん 本心では分かってはいたよっていう分かっちゃいたけど見せつけられたからショックなんだよねまざまざと今この瞬間強烈に大量にっていうような多分ことなんだとは思いますけどねうんあでもまあ今言ったけどその本気で結婚できると思ってたのかなっていうのも結婚できると思っててもいいと思うも多しねまあ可能性はあるからね そう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 そそれそれのためにそれをなんか心の支えにして頑張ってる人とかもやっぱいるだろうなうそうそうなると本当に単純に単純に失恋だからそれはそうだよそういうことなんだよそうなんです、うん、本当にそう単純に失恋なんです、うんうん うん、なんかそれをねバカにするの俺は本当にねよくないよって思うほんとに <laughs>、ねうん、憧れの先輩がさ、うん、サッカー部の先輩とさ付き合ったんだっての知った失恋とさ、うん、何にも変わんないだろうレベルの話が、うん、って思うんだよね、うん、なんかそれはそう思ううん塚さんもそう思いますか、うん 聞き方があのまあそう例えば友達がなんか急に結婚するって今まで何も言ってくれなかったもそれ遊んであ言わなかったそう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 いうのそうういショックも同じうんそうそうそうちょっと友達だと思ってたの俺だけなのかなとかねそう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 うん。そういうことあるよねうんそうなんだよね単純にそうういさ。 今まで別のことばっか話してたじゃんっていうさうがっかり感はさどうしてもあるよね俺たち一緒にゲームばっかやってたのに、うん、何いつの間に就活やってたんだよとかねそう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 、うん、それってさ結構がっかりがっかりってわけじゃんけどさなんかそのはしご外された感じは絶対するよねその、うん、単純にねその。とかね、うんうん。これがもう本当にさもう私生活も謎なさ 毎城大太郎が「私結婚いたしました」みたいなことをさ言われてもさ「あ、うん、ソそカっか?」ってなるけどさだ,、ねうん、だって何も教えてくれなかったもんね君はって感じになるけどさ、うん、なんかある程度のさその普段の話とかをさなんか最近「にゃんこ大戦争にハマってて」みたいなさ、うん、ことを言ってる人とかさ言ってる人が急に本当に急にさ今までの5年間のさ人生みたいな話をされたらさ ええってなっちゃうよね、当たり前だけど、それは。でも、なんかどうなんだろうね。隠すもんではあるけどさ、そういうのはさ。でも、芸能人って、基本アイドルとか特にそうかもしれないですけど、本人そのものじゃなくて、相手に対して何かしらを提供するサービス業だと思うんですよね。特定の側面だけを見せることによって、本人の実態とは違うんですけど、そういう魅力的な人間をやってくれてるみたいなのがあって。 ただなんか、それがやっぱり、そう、その魔法が終わってしまうっていうような。そうなんだよな。人に、人のみにね、人のみに。そうだね。おろ、おろされたということですよね。うまいこと。うまいこと、なんか、その、やってくれたやつっていうのが、まあ、ここで。ちょっと。そうだね。確かに。魔法が解けることでもあるよね、それはね。単純に、そのさ、あの、今までと同じ売り方をもうしないっていう宣言でもあるから。そうなんだよね。だから、その、もう疑似恋愛。 とかは、あのー、本気の疑似恋愛は、ちょっと、答えられないって感じになるよね。そうだね。当然、その配偶者ができたっていうのね。それまでは、そのなんか、本気で疑似恋愛してくれても嬉しいよっていう感じにさ、出、うん、たけど、もう今はもうその、なんつうんだろう、その、そういうことすら、その、なんつうか、認めることはできなくなるだろうなとも思ってさ。そうだね。うん。そうなると、 ファンとしての向き合い方も当たり前だけど変わるよねそうだねそうそうそう単純にその違うその第2章が始まるっていう話をしてるから第2章にそのどういう向き合い方をするかっていうのは考えなきゃいけないそうだねうんそれはそそうれに対して混乱するのはある絶対にそうだねそんな感じですかねうんじゃあ次のお便りを行こうかなはい 人種コネームイマジンさんからはい中野さん荒牧さん手塚さんこんにちは新年あけましておめでとうございます、えー、昨年はコミュニティアに行くことはかなわなかったので今年こそは行きたいと思っています、えー、最近私は手塚さんがツイッターでおすすめされていたエアマスターを Kindle で購入し読み進めていますその中で坂本ジュリゲッタという人物が沢田賢治の「時の過ぎゆくままに」を歌う場面があるのですが、うん この場面では坂本ジュリエッタという人物の独りよがりな愛に時のすぎゆくままにという実際の歌が重ねられて表現されているようでこの漫画で一番好きな場面であると私は思っています今回お三方には創作物の中で登場人物が実在する歌を歌う場面について他に印象的な作品があれば教えていただけますと嬉しいですということでありがとうございます、うん、ありがとうございますうんまあ手塚さんまずね <laughs> 手塚さんの力でヤマスター読者が一人生まれたという 本当にありがとうございますスターは本当に面白い漫画だから本当に本当に面白い、うん、登場人物が実際する歌を歌う漫画か場面か、うん、なんかパッと出てこないけどなあんまりうん,うんまあ俺は結構思い浮かんだりするけんどもなんか 歌で考えたら、なんか、実際にある歌としてちょっと一色だけどさ、うん、その最近、シャーマンキングがさ、サイアニメ化してオー、それ<ー>ザン・ルボワールがやってけどさ、実際にある歌に<ー>なったんだよな、なったんだよね、うん、そ,うそうそうそう。<laughs> それまでその連載中はそういうのがあって、ファンがそ,のそれに対してその、歌詞に対して曲をつけて、 それを武井先生が聞いてこれええやんってなって林原めぐみに歌わせて、うん、それが今度アニメでも使われたっていうことになってる、ね、んてよね流れがあってね、うん、すごい話だなって思ってうんだねなんかちょっと話がずれちゃうけどさやっぱり「うん、あのソルれンルボワール」のさ、まあ、名作ですけどもちろんそのさ、うん、いきなりさあの歌詞自作の歌詞をさ漫画にちりばめてさ「うん、あのー、恋はなんとか」うん 服の絹ずれ恐れざんルフォールみたいなさそイムかましてくるのってやっぱ異常だよねですあの漫画が今ジャンプに乗ったらと思うと異常さが際立ってびっくりしちゃうそんな漫画乗ってないよジャンプにと思ってそうなんだよねやっぱだからそこが憧れたよねめちゃくちゃのかまし力ですよね当んにもうそんなことしないよ誰もって久保太斗を超えるかましだと思うよマジで久保太斗先生ですらそこまでの そこまでやんないよそこまでやらなかったのにというねやっぱりそこの自由度というかさその暴れだよねいやだから俺もやりたいもの歌詞書きたいだって誰あれそうかあれはでもあのあれか作中のなんだっけ「リンゴ」だっけなんか演歌歌手みたいな人が歌ってるっていう体で一応流れる演出上のその言い訳というかさなんか必然性みたいなものはあったけどでも俺も歌詞をかましてよ自分で書いて。 漫画にね、いやー、うん、やっぱりねいいんだよね本当に実在しない歌を歌歌をわわせて、うん、歌わせたいよ <laughs> まああの俺の好きなもう一つ俺の好きな漫画「テニスの王子様」の最終回ではね、うん、好み先生作詞の歌がね、うん、流れてその声楽の優勝を応援なんかねあの

どううしようもなくね、引きつけられちゃう,っていうのがあるんね。なるほどなジャンプで言ったらあとスケットダンスのどっかでハニあのファニーバニーがねピローズのがその文化祭の演奏シーンで歌われてっていうのは噂では聞いたそのシーンは俺ちょっと漫画では読めてないんですけど、うん、あったような気がするか、うん、やっぱでもなんだろうなあの、いろいろあるよね <laughs> その俺がすごい好きな吉本義智先生は、 やめて吐き気がするんですよ。よく分かってくれた、ほんそもそも青い車ってのが引用だよね、スピッツのさ。それに対してね、あれかなラブリーが流れたのかな小沢健二のラブリーかなんかが流れて、それでやめて吐き気がする止めさせるっていうね、カーステーブから流れてるの アプリじゃなかったかもしれないけど、そういう感じのね甘い感じの渋谷系が流れてやめてするそんなテンションじゃねえんだいっていうね、確かに考えてみると、そんなテンションじゃねえのに小沢健司に流すほうが悪いだろうと思うから、ごみにってね、ごみにってごみにってね、ごみにってね、俺ね、青い車、めちゃめちゃ影響受けたんだよね、青い車みたいな捜索もいっぱいしたよ、俺、本当に。 手塚さん、漫画に詳しいことでおなじみですけど、なんか、のが実在最近パンチ強いねいや、そんなことないよ。手塚さんそんなことない。だんだん慣れてきたのかもしれないですね。確かに。漫画に詳しいことでおなじみです。手塚意外と歌ってるっていうのはそんなに。そんなないですよね、でもね、言うてね。曲がかかるとかっていうのは結構。ああ、そうね。引用とかでね。歌ってるのと、まあなんか、すごい、あれだと、あの、 ゴーストスイーパー三上のカラオケ会が。へえ、ー、そんなんあるんだ。へぇジャスラックにたくさんお金を払いながらいろんな曲を歌うって言って、<laughs> <い>最後、ゴーストスイーパー三上のその、あのえっ、ー、と、主題歌のね。あ、アニメのね。うん。アニメの主題歌のやつを歌うん。三上歌うのすごいなぁ。と、まあ,曲あ歌うんだと、例えば H2 の最後でヒ、ねうん、ロがゆずの夏色って、カラオケに入れて歌い上げるっていうのシーンとか、ねうん。へえ。ー。 安ちみつるだと、なんかあの思、思い出がいっぱい、大人の階段登るってやつが、うんうん、その雪のアニメのエンディングだったんですけど、うん、漫画の方でも最後、それが、歌詞が引用されて終わっていくんですけどね。なるほどね。いうとこれはかなり、あの、うん、みあの安ちみつのやつは結構いい感じの、なんか曲とその内容を連携させて出すみたいな感じ。うんうん、なるほどねあ。あるっていう感じですかね。うん、<laughs> あと歌ってるのは、あと、あれかな。 あのマサルさんでおより更新曲なぁとかねしてれーまあそういうギャグ漫画はあるよねその例えばその男軸のさオープニングを歌うもろお兄さんのシーンとかさなんとかなんとかっていうあの男軸かみたいな感じでオープニングを歌うとシーンとかあったりするけどギャグ漫画はそういうのよくやるよマジで歌のいいってか替え替え歌は結構面白いなんかやっぱりそのさ今の世相をさ あの反映しなきゃいけない漫画とかはそういう曲とかでそういうの反映したりするのがやっぱり一番かいのね曲とかやったりする、ねねうん、で。新井秀樹とかは結構めちゃくちゃ明るい歌とか AKB とかなんか、うん、モーニング娘。とかの歌っていうのを、うん、なんかそのハードな状況があるときになんかすごいその世の中はこういうふうになんかみんなバカみたいでやってるみたいな感じの象徴として使うことがあるんなあと あれかあの、ろくでなしブルースとかもそうだね。確かあの、ブルーハーツと結構関係が深かったからああ、あなるほどね。うん。そう、それの引用とか結構あったよね。うん、印象的なのと、アニメがお仕事で、うん、誰かの葬式かなんかの時にあの宝島のあの主題歌のさあ、ゆこう、うね、なんか夢に見たスマートみたいなやつが、を聞いてみんなしんみりするっていうシーンがあったりして、あれはかなり良かったなるほどな、うんあ。あとは、 好きな漫画だとラズレズっていう昔ゲームでやってた漫画があって、うん、それがなんかとにかくいろんな曲の歌詞とかっていうのを引用するんですけど、うん、なんかその,、うん、<laughs> あの、エルファント歌詞のチのガストロンジャーとかっていうのをなんか放送したその,あのトラックが突っ込むみたいなところで、急にその歌詞がドーンって出来て始めて、うん、誰か歌ってるっていうわけじゃないんですけど、うん、そのなんか結構その、 面白い歌詞なんですけど、そういうやつっていうのを、なんか、ガストロンジャーっていうのは、なんか、破壊されるのよ、だめなものを全部みたいなところで、ぶつかってとか、ガストロンジャーは結構、あのそういう宮本さんのね、あの思考みたいなのをがなり立てる感じでね歌う曲なんだよね、本当にずっとしゃべしゃべくりみたいな感じで、ずっと言ってるっていう話なんですよね、話歌なんですよ。 それだからそういうなんか破壊的なシーンにやっぱり一番似合うパワーなんだなっすがありがとうございますたくさん教えてくれたじゃないですけど僕すごい好きなやつはあの多重人格探偵最高マーブルガーのミシェルってやつが出てくるんですけどミシェルっていうのが急に銃を打ち出すっていうのがあってそこで銃を撃った後ミシェルガンエルファンね。ミシェルガーエルファンぽくなね。 忍者と極道のタイトルもかなり j p o p の引用ではあるけど歌詞自体の引用というか歌ってるしみたいなものは今までにないな多分何かフレーズ的なところあるかもしれないこの単語とかそうですけどそのまま多分ないはずないですよねなるほどないろいろあるよねそうですね じゃあ,あ「燃えよペン」とかだとさ、うんうん、あの島本先生がさ、うん、アニメの歌詞を考えるっていうねその作詞作曲は山本和彦ってなった時のやつを自伝的な感じで炎を燃えるがあのなん必殺の転校生でな、うん、何の転校生だっけなんかそういうのが、まあ、じゃあじゃあ炎の転校生なんだけど作中の炎の燃えるが書いてた天才がアニメ化したっていうことで、うんねうん、そのそれの作詞を炎を燃える先生にお願いしますってそのガイナックスっぽい人に言われて。うんうん 家でそののねあカセットの録音機能を使って、その、そうそう、今からこの部屋には誰も入ってはならんぞそれ読んだな、歌を歌うっていうシーンがあるなんか自転車こきながらが一番心をこもって歌えたみたいな。あったっていうやつがあったよね。あったあったあったあれもおもしろい、引用、引用は引用なんだけど、なんかちょっと面白い形のよう引用っていうね。 じゃあ次のお便りいきますラジオネームゆかさんからこれは本当はもうちょっと言葉がラジオネーム続くんですけど下品なのでね読み上げません <laughs> ラジオネームゆかさんから <laughs> はい、はいえー、いつも楽しく聞いています、はい、突然ですが皆さんは借りた漫画をちゃんと読めますか寝、はい、フェで読んだり借りて読んだり、うん、ある程度返却期限がちらついているものってなぜかゆっくり読んでもストーリーをなぞる程度の理解にとどまってしまいます同じくらいの速さで読んでるはずなのに、うん、明らかに購入したものの方が心情などを理解するフェーズに移りやすく感じます、うん 皆さんはこのような感覚に陥ることはありませんかということでありがとうございます。買ったものの方が落ち着いて深く読める気がするなということですよね。なんかうん、うん、その時間制限とか返却期限とか、うん、そういうせっつかれみたいなものがあると、ね、なんかあんまり読むときに、ね、身が入らないなという気がするということですけれど。どうなんだろう。俺あんまりネカフェもレンタルも漫画に関しては使わない。 かからからわないけど図書館で借りる本とかは結構あるから、うん、図書館で借りるときは別に最後まで読まなくていいやと思って借りてますね、うん、鼻からそのでこれね、うん、映画とかもうちで再生するときは別につまんなかったら途中で見るのやめればいいやと思ってやってる、うんうん、そういういつやめたっていいんだという俺の姿勢がなんか集中力を削いでるのではと言われればそうかもねとは思いますねだから漫画でもあるのかもそういうことがこれ俺ねさ,さっきの話で思って 思い出したんですけど俺エアマスターがその人生の中で5本の指に入るぐらいには好きなんですけど、うん、エアマスターってね満喫で読んだ、うん、うん、俺エアマスター最初見て嫌いだったの,、うん、あのヤングアニマルはベルセイクのために読んでたりして2、うんまあ、二人エッチのためかもしれないけど、うん、読んでてそのエアマスターってのが載ってたんですよ、うん、で俺が一番最初に読んだエアマスターは、えー、深道弟と,、えー、っとマキの屋上での決戦のシーンかな、うん でその時見たら、あまりにも俺が今まで読んでいた漫画の文法と違いすぎて、うん、全然理解できなかったの。その下手くそだなって思ったの、単純に。なんでこんなのが載ってんだろうよくわかんないし、俺がその持ってる定規ではこれ下手くそという感じに見えるわって思ってたの、当時の俺はね。うんうん、で、そのままなんかちょっと時間が経って、アニメがなんか始まったんだよね、うん、その。アニメ見て、あれなんか、 ななんだろうなこれはって思って、うん、なんかちょっと違う気がするって思って、うん、もう一回漫画喫茶行って一から読んでみようって思って、うん、10何巻ぐらいまで読んだんですよ、うん、その時に、うん、そしたらねなんか違ったのは俺だったんだなって気づいて、ねうん、そうだからそういう意味で言ったらもう漫画喫茶で俺の人生に関わるレベルの漫画の感動をしたっていう話になるかもしれない、ね。なネカフェだろうが 読読めるもは読めるるんははといううそだうねそうそうそう手塚さ結構でもさ、うん、あのその時に思ったのが今の話してて思ったのが、うん、あのネカフェで読む時って結構そのどうでもよさそうなものを読むっていうのないって思う。だから集中できない前提だよねだからそう。集中できない前提だしそのおそらくこれそんなはまんないだろうなっていう漫画を。 読んだりりすするるときに漫画喫茶を結構使ったりするまあそもそもハマりそうとか興味あるものは買うからね。そう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 だからそうなんかめっちゃ長いとかさ例えば今更「ゴルゴー13」全部買うかみたいなさ、うん、悩みとかあると思うんだよね。うん、その「こち亀買うか」うん、とかさ100200の漫画とか、うん、その数十冊とかの漫画、うん、そういう時にさ漫画喫茶とか使ったりすることもあったりするけどさ、うんうん、そういう感じでねその最初からそのさ勝ち目が。 低い戦いを挑んでないかちょっとする気がする、うんうん、なるほどね、うん、手塚さん利用したりしますよねカフェとか借りたりとかうんはありますあとはそうですねまあなんか借りたり、友達がなんかこれ読んでって言って貸してくれたとあ<ー>あの、うん、借りたものを手をつけずに、うん、そうそう返さないなって思っても次予約を読むとか, <laughs>、うん、かその日のうちに読まないと返す析できるまで読まない,みたいなのはあるかもしれない、うんうん っていうのとあとなんかその時間制限があるとなんか楽しめないっていうのはあるかなと思っててなんかなですかね <laughs> 多分なんかその倍速で映画を見るみたいな話とか思うん、時も言ったかもしれないですけどなんかその感情がついてくる速度とその読める速度って結構違ってて、うんうん、なんか早く読もうと思えばなんか結構例えば単行も一冊 速読モードで読むと多分5分ぐらいで僕は読めるんですけどそれだとその話の筋は分かってなんか何が起こったかとかってセリフは全部追ってるんですけど精神面で全然ついてこないんですよちゃんとそ,のそこに描かれてる感情みたいなものっていうのを自分の中で再生しながら読むってなるとなんかもうちょっとゆっくり読まないっていうかそれが1回読んだやつだとなんか高速で再生もできるんですけどなんかそれと同じ速度で初めて読む漫画を読んだとなんかあの 書かれてるものを自分の中でうまく再生できないまま話の筋だけ折って読み終わっちゃうみたいなことっていうのはあるなと思っててそれが何かその例えばこの時間内に何冊読み切らないといけないとかってなってくるとそういうふうになってしまって話の筋は追えるんですけどなんか書かれてる内容のなんか感情的なところっていうのはうまいこと理解しないまま読み終わっちゃったっていうのはあ、ねうん、なるほどな確かに。 うん、ま結構いろん,んな漫画はちゃんと読めば面白いんですけどちゃんと読むっていうところまでなかなか行かれないっていう,ね、うんうん、そうだね。うん。なんとなくパラパラっとってそんなに惹かれないって言われてなんかその読まれないものとかっていうのが実際なんかちゃんと個室いて読んでみたら面白いっていうのがあるのかなとかそういうふうに個室いて読むようなところにあげられるかあげられないかっていうところで一つ勝負が決まってるみたいなのがあるような気がするんですよね。 確かにまあこのゆかさんが言ってるのはまあ同じくらいの速さだとかゆっくりで読んだとしても購入したものの方がその心情を理解するフェーズに移りやすく感じるっていうのはなんかまあもしかしたらもうちょっとなんだろうロマンチックな話っていうかなんか自分のものっていう認識があることで愛着が湧いて愛着があるからしっかり読むみたいなもしかしたら。 なんかどうせこれ借りてるだけだしとかなんかここだけの関係だしみたいなことを思うとなんか愛着も湧かないみたいな話なのかももしかしたら知れないですけど、ね、あと単純にそのさ何回も読むっていうことをしてるかもしれないしねその自分の本だとさ、うん、そうだね1回じゃないっていうね,うね単純に、うん、そういう話かもしれないかもしれないですね一1回だけじゃそのあれだよねみたいなね、うんうん、あるかもしれないし。うん 雑誌とかだと結構なんか買った雑誌の方が隅々まで読まないっていうのが、ね、<laughs> <laughs> なんかその立ち読みをしてた方がちゃんと読んでるみたいなあ,あそういうのはあるかもことがあってなんか立ち読みだと今読まないともう読めないですけどあの買ってるとまあ後で読みはいいや確かにう <laughs> <laughs> んか好きなやつジャンププラスはその感じをは拍車かけた感じするなっていう、うんうん、いやちょっとするうん 好きなもんだけ読むっていう、ね、うん、そうねそうそそあとで話題になったり気になったら読めるんだからみたいな、ねうん、気持ちはちょっとね、うん、泣きにしもあらず、ね、確かに、うん、そうですねそれがあるからなんかネットでみんなが言及してるとちょっと今読んどかないとそうだ、ね、<laughs> このタイミングで何か乗って言う、うん、何か言うなら今読まないといな、うん、確かになれがあるのかもしれない、ねうん、そういうふうな盛り上げ方うん といういとこでじゃあえー、まあこれで終わりでもいいんですけど最後に一つちょっとなぞなぞお便りが届いてるんでね。 これだけ一瞬読んで三人体制からでは初めてかもねもしかしたらまあいいんですけどね送ってなくて別に謎なぞなぞ <laughs> <laughs> ええー、これ匿名さんかな匿名さんじゃねえないなんかと、まあ、読みますね、えーうん、突然の惨状にて失礼拙者クソなぞなぞ侍と申す者なり拙者の研ぎ澄まされたクソなぞなぞ嵐, <laughs> 嵐ですね拙者の研ぎ澄まされたクソなぞなぞにて <laughs> そ,のかその方らの心を切ってくれよう 問いが強いイチゴってなんだということでね。びっくりするほどの嵐ですね、これは。強いイチゴ。強いイチゴだからうん。手塚さんはなぞなぞと言うからにはクソ答えでね。黒崎イチゴで。ああなるほどね。正解はですね。はい。イチゴレムです。ゴレムは強いので。 ではこれにて切り捨てごめんということでね。いや黒崎イチゴの方が強いです。黒崎イチゴの方が強いよねゴーレムよりね。俺たちの勝ちです。そうですねというわけで出直してきて出直さなくてもこれで帰ってくださいということで。ということでじゃあ今週もお好まではいお疲れ様ですありがとうございました。